修行中に邪魔したりして。お昼過ぎには地球に達するな。地球にぶつかるわけ？なのをミサイルでぶっ壊しちまえばいいじゃん。いや、それがな、あの星には生命反応があるんだよ。生命反応って？生き物がいるってことよ。じゃあ、一体どうすればいいの？このまま黙って見ていられるか。俺だって一回ぐらい結婚したいもんだ。パホパホ。あの境地にはとても達せない。クリリン、軌道をずらすだけでいいんだぞ。壊しちゃダメだからな。分かってるよ。あの星には生命反応があるってブルマさんに散々言われたからな。来た。ソン君たちが失敗したら地球はおしまいだわ。頼むぞ、悟空、クリリン。悟空さん、お父さん。私たち生きてる。ニアミスで済んだみたいね。あの星が爆発したんだわ。お父さんとクリリンさんがやってくれたんだ。あれは行ってみましょう。
なったっちゅうんじゃ。なんだ。この星はたった今から大宇宙の王スラッグ様のものとなる。銀河系もまたスラッグ様の支配下に置かれたのだ。なんだよ大宇宙の王だったよ。バカじゃねえのか。どういうことなの。様子がおかしいだ。嫌な予感がする。鳥肌が立ってきた。あんたは鳥肌じゃなくて豚肌でしょ。おい行司、この星を改造するにはどのくらいかかりそうだ。それがその到着してからのデータによればかなり難しそうで。なんだと。それを何とかするのがお前の役目だ。スラッグ様ももうお年だ。一刻も早く。あのスラッグ様、私はただあの。ゲオーシュ、どうなのじゃ。はい、スラッグ様、地軸をほんの少しずらせば推進力は十分です。何日必要じゃ。はい、10日もあれば。どうじゃ、架空じゃ。はい、3日いただければ。ありがたき幸せ。全身全霊を込めて作業いたします。本当に地球を支配する気なんだわ。早く逃げようぜ。私たちに素直に従ってくれさえすれば何も危害は加えませんよ。すでにいくつもの星雲や星々を支配され、大宇宙の王であらせられるスラッグ様のご加護がこの辺境の星にも与えられるのです。そんな。この若くて元気な星をスラッグ様は大変気に入りました。それで最新型惑星クルーザーとして乗り物代わりに使ってくださるのです。
そんな、地球を乗り物代わりにするなんてできるわけないでしょ。私たちの科学力では簡単なことですよ。この星との激突を防げたのも私たちの科学力のおかげなのですから。そんな。娘、これはドラゴンボールじゃな。どうしてそれを。わしの記憶の底にぼんやりとこれと同じものがある。何でも望みが叶えられると。おあいにく様、ドラゴンボールは7つ集めなければ望みは叶えられないのよ。ブルマさん、もう遅いわ。お前の脳の中を読み取ってやる。俺は関係ないんですよ。関係ないってば。ブルマさん、ご飯くん。確かに素晴らしいものじゃな。そいつで残りのドラゴンボールを探し出せ。1時間以内にじゃ。え、1時間。枝抹茶。はい、喜んで。とんでもないものに目をつけられたものじゃな。さあ、願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。このわしに永遠の若さをくだされ。最もパワーにあふれていた頃に若返らせてほしいのじゃ。たやすい願いだ。死を恐れることもない。怖いものなど何もなくなったのだ。この若さのある限り、宇宙の果てまでも俺のものだ。地球改造を急がせろ。はい。やっと私たち魔族に適した星になったな。まだ少し暑すぎるだブ。けっけ、
俺たち魔族は太陽の光を直接浴びては1時間も生きていけない種族だからな。これで地球人は完全にアウトだ。まあ殺す手間が省けたぜ。やつらの作業も早まるだろう。カメハメハが聞いたのか。なにバカなこと言っとるだ。やじろべ、俺が先祖を食わしてやったからでしょう。おめえら探すの訓練したんだから。そうかん、こりゃひでえな。なんだあの雲は。じゃあな、あた頼むだでな。寒くて凍えて死んでまうわ。寒ヤジロベ、俺にも戦争をくれ。終わった、忘れとったがや。パチンコ頭がいただっけな。なんだと。ああ、嫌ならいいんだ。あ、待ってくれよ。たーくん、しょうがねえな、俺。父さん、あまり無理しない方が。大丈夫だ。ほら、あのくらいのことでは。ほら大丈夫、大丈夫。ごはんちゃん、あったかいスープだべ。ごはんちゃん、ごはんちゃんがいねえだ。それにピッコロからもらった道具もね。そういえば、さっきからウーロンもいないわ。ご飯、帰ろうぜ。さ、寒くてかなねえよ。あったかいラーメンでも食おうぜ。な、家庭来ないんだから無理だってばよ。帰りたかったら帰ってもいいですよ。いや、しゃ、わ、わかったよ。俺も一緒にいるよ。お前ら、そこで何してる。うるさ、こっち。あのガキだ。待て、わ、落ちちゃったよ。あ、どうしよう、死んだまで。若さとは素晴らしいものだ。ちっとも減らないや。なんだ、創造神。ピッコロさん、ありがとう。ご飯、戦いはこれからだ。情けねえ奴らだ、あとは任せろ。ひでえ、みんな凍ってるぜ。相手になれそうだぼ。おい目玉っちゃ、おめえにはこっちのガキをくれてやるだぼ。チェ、ついてねえな。俺が一番ついてないぜ。なめるなよ、ザコども。なんだぼ。
逃げ足だけは早いようだよ。逃げ足だけかな。小崎！ん？しぶといな。だがお前の動きはすべて見切ったぜ。これでも食らえ。プシュッシャー。か